はい、こんにちは。こんにちは。今回は大物を求めて正直キングでやっていきましょう。はい。ただ今日はですね、見て分かる通りすぐバラす人、海釣りほぼ行かない人、大体釣らない人の3人で、まあ不安しかないというですね、はい、期待もないっていうね。頑張ってきたんです、奮闘期です、はい、これは。まあ果たして青物は釣れたのかどうか。はい、例のね、結構いい磯に行ってきましたからね。そうね、はい、うん、その様子を、はい、どうぞ VTR トゥルルル、うん、スタート。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣りよかでしょう。さあ着きました。さあ、ここも久しぶりの場所ですね。俺初めて。あ、マジっすか。2回目。釣り岡じゃないのに2回目。皆さん来たことなかったんですね。今回ここ磯、前クエとかも釣れたし、青物を回ってきてたら釣れるかもしれない。お、車の中で話してたんですけど、ポンコツ3人組だな。うん、ポンコツ3人組だからね、今ここちょっと頑張っていきましょう。頑張りますよ。頑張りますけど期待はしてない。ちなみに来るの初めてなのに先頭歩いて大丈夫。それっぽいとこ通ってるから。OK です。そしたら磯まで行きます。はい、はいはい、ヘビ結構いるから気をつけてくださいね。前行く。さあ見えてきました、海が。どうユッケ、今日も潮早そう。早そう。早いのか。うわ、荒れてる、釣れそう。よし、したら降りていきましょう。はい。そしたらこの辺に荷物置いてやっていきましょうかね。じゃあ準備していきましょう。はい、うい、準備しよう。今回はじゃあジグでまた青物とか根魚を狙ってとりあえずやっていきましょう。はい、投げるジグはもちろんビッグバッカー。船さんも一緒。はい、はい。僕はケツのフック、ちょっと根がかり怖いですけどつけて、そうね、根魚も狙えるようにしました。宗男さんはついてない。はい、もう外しました今。根がかりが怖いというか、根がかりがちょっと多そうなので、はい、はい、どんどん投げていきましょう。いきますか。はい、行ってこない。よいしょ。風がすごいね。や、結構強いですね。え、ここ深い。結構深いですよ。海釣りに定評がない3人ですからね、今日は。早速根掛かりでございます。調子乗ってトリプルフックつけてるからね。根に入られた。これ脇が痛くなるんですね。いや、普段やらないから。逆にそういえばこの間バス釣りしたいですけど、うん、バス釣りってもうジグ投げたくなる病にかかってたんですよ。歯型はないね。ないっすか。歯型はない。大丈夫。さあ、トップも騒がしくないし。平和ですね。平和ですね。どんだけ。うわー、あ、乗ってるか。乗ってる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 。なんかいる、なんかいる、なんかいる。多分なんかいる。多分ちっちゃい何かがついてる。なんだ。フーグー。フーグー。結構デカめの。深い。食べられません。いいサイズじゃん。フグちゃんでした。フグちゃんでした。はい。はい。おえ。おえ。はい。これビッグバッカーの 30g を重りにして、うん、根魚用のジグサビキ。なんかこれタコベイトみたいな。なんかついてますね。へえ。またジグサビキ投げてんだ。ユキ好きね、ジグサビキ。好きっていうか、ジグだけじゃダメかなと思って。また投げ続けよう。はい。うい。頑張ります。反応があまりよろしくないので、そうですね。ちょっと移動してみましょうか。移動してみましょうか。はい。磯でダメなら漁港の方がいいかな。うん。
堤防みたいな、そうの方にじゃあちょっと移動してまた狙っていきましょう。はい、行きましょう。せーの、さあ移動してきました。はい、堤防ですね。堤防っすね。はい、いいですね、足場が素晴らしい素晴らしい足場が。よし、じゃあこの辺で、はい、やっていきましょうか。やっていきましょう。はい、雪がジグサビキ、はい、宗男さんはジグ、ちょっとちっちゃめ、ちっちゃめ、はい、あ、軽いジグはいいですね楽ですね一時期ミニジグにハマりましたもんね。ハマったー楽しいもん。ユッキーどう？まだ2投目なに、赤目かなんかと戦ってんの？あ、取れた取れた取れた。実は寝がかりとか何もしてなくて、ああやってパントマイムでやってたんです。パントマイムで負ける。そうです、そうです、世界的パントマイマー。ほらすごい演技力だほら、手がかりしてないんですよ、こうやってすごいな、うん、いろんなことやってみよう また始まった、すげえな、さすがやな。あ、なんか乗った。釣れ、釣れた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 、アジ。ユキアジ釣れてんじゃん。釣れた。アジじゃん。いいサイズ。俺が刺繍？え、アジ。いいじゃんいいじゃん。いいじゃん。え、いっぱいいるんじゃない？まあ、アジ釣る。とりあえず一匹目アジ。ありがとう。いい。綺麗。多分ね、これだと針がでかすぎるので。うん。あの付け替える？ヌネオくんか、あのハタくんにこれを授けます。ちっちゃいやつ。お、なるほど。これで僕が集めて誰かが釣るって。お、いいね。共同作戦ね。そうですね。あげます。あ、託されました。目の前まだずっとキラキラしてるからさ、うん、多分その辺にいるんだよね。うん、いいじゃんユッキー、パターン見つけたじゃん。パティね。一応そこ取って、うん、リフト&フォー。そこ取ってリフト&フォー。でふざけてやってたら釣れました、うん、ふざけてたんだ釣れた？マジ？みんな寝ちゃったので釣り具屋さんが近くにあるみたいなので寝てる間に餌を買ってきていっぱいチとか釣れたらびっくりするだろうなっていうことなので餌を買っていきたいと思います。はい、買ってきました。あの二人がまだ寝てることを願いましょう。はい、なんで起きちゃったんですか。やっぱ悪いことしようかすとね、大体失敗すっちゃん。ほら、なんで起きると。寝とっとってよかったのに、なんで二人とも起きっとさあ、じゃあ今日の目的通りみんなでアジ釣りを、アジ釣りを、うん、やっていこうかね。はい、俺ら二人が寝てる時にいっぱい味つってびっくりさせようって言ってたらしくて、到着した瞬間に二人とも起きてなんでじゃあ準備します。はい、よし、じゃあサミヒメバ入れましょうか。まだカゴバつけんしゃい、あなたも。はいよブリ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 、はい、ブリ。アミヒメが飽きたけど、はい、すげえ、やばか。おお、来た、よっしゃー、よっしゃー、おー、2連掛け。おお、なんかイワシだ。イワシ、イワシだ。なぜか俺のにかからん、針がでかいのか。よっしゃー、なんでちょっと待って、なんでやばいやばい、ハイエナの方が釣るっていうよっしゃ、なんでー。さあ選手交代。あ、これ胸奥にあった瞬間釣れんくなるで俺が釣れるようになる。早く巻いて、はいよー、早く巻いて。なんでやったー。なんでー俺のサビいらんくねお、来た、お、来た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 、今これ完全に引っ掛けた。いいじゃんいいじゃん、
かけずりした。オッケー、イワシゲット。あ、なんで。タイムレコーディングさんの出ましたよ、ほら。いじけた。もう、はい、ああもう蜂も寄ってくるし。なんなんだ。じゃあこの調子でどんどん釣っていきます。釣っていきましょう。はい、お願いします。おお、いいじゃん、ナイス。言葉が出ない。よいしょ、ナイス。おお、結構溜まりましたよ。ああ、いるね。海底探検です。はい、海底探検。海底探検楽しんでいただけたでしょうか。いただ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 。何匹釣れたのかなこれ。ですね、数えるの。結構釣れましたね。結構釣れたね。2、4、6、8、いっぱい。いっぱい釣れましたと。はい。まあ、10匹ぐらいじゃないですか。ね。というわけで、はい、イワシ釣りでした。いつから変わったと。ありがとうございました。ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。